ザビエル会見の地と城口と、石文一宇治城市から望む伊住院市が一、宇治城は、薩摩国伊住院に存在していた中世山城。鎌倉時代に、伊住院市によって築城されたとされる。その後、本家の島津市をしのぐと言われた伊住院市の権力を、背景に拡充されたが、1450年3月、島津忠国は、伊住院一族を追放、以後、 島津支配下の城となった。1536年3月、島津家中の統一を目指していた、島津忠義、高久親子は、先祖代々の居城であったが、薩摩国西部にあり不便であった遺作城から、薩摩国中央部にある、この城に拠点を移し、鹿児島の制圧を目指す。1545年、北郷市、河山市など、 島津市の有力分家の支持を得た高久は、この城で、薩摩国、大隅国、日向国三カ国の大使となり、悲願であった、島津家中の統一を果たすのである。1550年12月、明日ともに、島津市総家当主となった高久は拠点を、鹿児島の内城に移し、この城は、地頭の管轄下に置かれることになった。 初代寺童は島津江門大部高久。A6 年間には町宅売が寺童を務めている。江戸時代には薩摩藩内でも重要な外場とされた。ただし、慶長以降には日常的に城を整備、管理していたという資料がなく、実質的には廃城になっていたと考えられている。1549年9月に高久とフランシスコザビエルが対面し、 日本で初めて、キリスト教の正式な布教の許可が降りた場所として、著名である。また、島津義弘が、鹿児島城築城を進めていた息子、家久に対して反対し、こちらの城を推薦していたことでも知られている。標高144メートルの城山という自然の山を利用して築かれている。大小30個余りのクルワから構築されている。 主な車に、新名城、伊作城、中尾車、鶴部城、湯場城、五馬所、南の城、上平城があり、それぞれの車は独立性が高い点は、機内の金星城郭と異なる点である。しかし、本丸にあたる新名城を中心とした車は、新名城を中心として守るように土塁を再構築した跡がある。現在、 城山公園として整備されており、整備に伴い部分的に移行が破壊を受け、また遊具が設営されているが、比較的良好な保存状態にある。しかし説明版は、ほとんどない。JR 九州鹿児島本線移住院駅から700メートルほどのところにあり、整備もされているので、南九州の中世城郭としては、比較的見学しやすい城である。 新名城跡には、フランシスコ・コザビエルとの会見を記念する石碑が、立っている。また、伊集院駅前には、島津義弘の銅像が立つ。この時代に、島津高久は、島津氏の処刑図、資料に見当たらず不、不傷ただし、伊集院忠宗は、官名、江門大部を名乗っている。ただし、清水城ではないかという遺説もある。ありがとうございます。